1857年五稜郭の築造を開始。1864年竣工、函館奉行小出秀実が奉行所五稜郭に移転、約8年で完成。オランダ、バウルタンゲ要塞。中心の星形の周りにもいくつかの星がある珍しいスターフォート。このようなスターフォートが世界に約1000個以上あるそうです。すごいですよね。フランス、リール城塞。1667年頃、ルイ14世の命でボーバンによって設計、別名城塞の女王。五稜郭の設計者武田綾三郎も影響されたそうです。北海道資料閣。1869年五稜郭を援護するために約3キロ後方に築城。
北海道北斗霹靂陣屋。松前藩が1855年に構築した日本初の星形要塞。五稜郭より先に構築したものがあったとは驚きでした。北海道いっぱい出てきましたね。これからもっといろいろ調べていきたいと思います。皆さんの目にはどう映ったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。